はいどうもこんにちは、霊夢です。マリサだぜ。戦闘中やっていきます。戦闘中なんですかそのテンション。まあ相変わらずのテンションでやっていきますよ。おい、私がいつも変なキャラみたいじゃないか。そういえばこの前あれですね、モンハンワールドの大型アップデが発表されましたね。アイスボーンだったけか。正直、かなり楽しみにしてます。モンハンワールド自体も長く遊べたゲームなので、また来年あたりに再燃焼する予感。来年の楽しみがまた増えたな。でもやってないゲームたまりすぎてるんですよね。BO4 とかもっとやりたいんですけど、スマブラ来ちゃったし、ゲーム変えてもやる時間がないっていうね。そればっかりはしょうがないよな。まあそれなら毎日投稿なんかするなよって話ですけど。まあまあ、それはでも楽しみにしてくれる人もいるし、いいんじゃないか。そうだね。まあゆっくり実況ばっかりじゃなくて、生声実況や生放送をやるのもありなんだけどね。まあ需要があるのかは別として。そして早速外しました。誰も言わなきゃ気づかないのに自分で言うスタイル。今の地底人、あいつら後ろガードがあるからや。まあ地底人がいることは突っ込まないで、後ろがバックシールドの役割になってるんだよな。それは結構なアドバンテージなんですよ。ちょろちょろと動き回りやがって、こんなんじゃうまく狙えないじゃないか。お前の鋭い球を見せてやれよ。見せてやれよ。どうした急に、そんなに熱くならなくてもいいんやで。あ、今ガードされたな。面倒くさいからターゲット変更。めっちゃあっさり倒せたんですけど。来た、クワガタの忍び。なんだクワガタの忍びって。きっとクワガタなんだよ。いや、説明になってないから。とりあえずここにいるでかいカブトムシを、誘導するとクワガタが手に入るみたいだよ。もうクワガタって言ってるじゃねえか。巨大カブトムシが大岩を投げ飛ばすと、天井に穴が開いた。巨大ってことで移動させ終わりました。おい、目の前に敵いるぞ。ついでだからこいつ倒しちゃいましょう。くらえ、渾身の一撃。渾身の一撃外しやがったな。もういいや、諦めが早い。クワガタの忍び獲得。よっしゃ、頼むぞクワガタ。いろいろと突っ込みどころがあると思うんだが、まあこいつのこれからの活躍を見てあげて。おいクワガタ、そんな怒るなよマリサ。そんなルックスしてなんちゅう玉投げてんねん。やばい、関西弁のマリサは手がつかない。っていうかここ乱戦状態じゃないすか。玉、私の玉がないんよ。憎たらしいことにクワガタは2つ持ってるぞ。マリサクワガタのこと嫌いすぎでしょ。そんなことはないんだけどね。霊夢にはもしかしたらそう見えるのかもしれない。ちょっとクワガタの魅力伝えたいなマリサに。ほら、今敵倒したよ。まだくの位置の方が倒してるな。厳しすぎでしょ。にしても昔はクワガタ見つけてテンション上がってたな。まあ今でもテンション上がるけど。今でも上がるのかよ。最近は見なさすぎて、わざわざ昆虫捕まえに森とかに行こうとしないもん。つかなつに行くとかとかいっぱいいてやだ。それはわかる。こいつ見た目弱そうだったのに120万持ってた。見た目弱そうとか悪口すぎだろ。リアループ主でも倒せそう。ちょっとわろた。あそこにもいますね。一応当たったけどガードされちったな。クワガタ強え。これは認めざるを得ないのか。やばい、なんか狙われてる。いつの間に後ろにいたのか。ナイス、クワガタ。なんかクワガタ急に覚醒しだしてないか。やばいね、真骨頂見せてきてるよ。しかももう次の敵のとこまで向かってるし。戦闘意欲ありすぎ。30万円ありがとうです。あ、所持金アップのチャンスった。金は腐るほどあるからいらないのに。この何金野郎が、このゲームを金手に入りすぎよ。これがリアルマネーと換金できたらいいのにな。そんなことできたらすぐに億万長者だわ。このミッションは仲間と協力するやつなので、このミッション中は敵を倒すことができません。倒せない割にこいつらあんまり役に立たないんだよな。そうなんですよ、実質頼れるのクワガタくらいなんだよ。ほとんど僕らが倒しました。こいつらやったたんからな。っていうか何気に忍び持ってる敵いるし。マジかよ、そいつ厄介だな。まあ私にはクワガタがついてるからね。きっとこいつが倒してくれることを信じる。あうるさいな。おい、まだ忍び持ち倒してないのにここでやられるか。ほらやっぱりダメじゃねえかよ。所詮はクワガタなんだよ。こいつね。クワガタよ、君のことは忘れない。絶対に忘れない。なんでそんな念を薄い方なんだよ。さすがに一人だと負ける可能性があるので、一応念のためその辺で停止していた忍びと契約します。まあここまで来てやられるのも嫌だもんな。いました、最終決戦です。これは忍び対忍びの名勝負。それかもう忍ぶ無視して倒しちゃおう。あらあれ、忍びの見せ場は、なんか倒しちゃったっぽいですね。毎回最後あっさりだな。まあいいじゃないですか。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくだぜ。